どうもガチャガチャピンピンガチャピンです。今日はルーズリーフさんとコラボなんだけど、久々にドッキリやっちゃいます。イエーイ、どんどんパフパフ。その名もタピオカ飲んだら中身がレモン果汁になってるドッキリールーズリーフコラボです。ルーズリーフさんには偽企画として3番勝負って伝えてて、その中の2番目の勝負でタピオカ早飲み対決をするんだけど、その時に仕掛けちゃおうと思います。楽しみ。それでは早速いってみよう。ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネル。ですぞ。どうもガチャガチャピンピンガチャピンです。そして今日はお友達が遊びに来てくれました。さあ行きます。せーの、ルーズリーフです。タイゴです。フェです。コジマです。よよよよろしくお願いします。よよよろしくね。よろしくお願いします。あー、来てくれて嬉しいです。あれ聞いてる？元気すぎてオープニングから。そう、今日は元気に行きたいと思います。元気に行きましょう。ねー、でね、今日はルーズリーフさんと3番勝負をしたいと思ってるんだけど、いいかな？3番勝負？そう、3番勝負、3つ勝負やるって感じね。まあ、任せてくださいよ。ほんと？ちょっと3人なんでね。あ、それぞれ特化した3人が来たんじゃないかななんて。例えば？例えば小島くんは何が得意なの？あ、流しそうめんとか得意ほらほら、勝てそう勝てそう。ほんと、ね、それで流す方、それとも食べる方？あ、食べる方です。あ、そうなの？はい、いいね、今度一緒にやりたい。一緒にやりましょう。そうね、それってさ、大人にありがちな社交辞令じゃないでしょう、ね、いや、ちゃんとちゃんちゃんちゃんとちゃんちゃんちゃんとやってくれる。じゃあ、大河くんは？僕は、あれですね、テーブルクロス引きが。え？おお。そうなの？はい。それは本当にそう？本当にそうです。なんか2人のリアクションが微妙だあ、でもテーブルクロス引きって言っても、この引く方じゃなくてこうセットする方が得意みたいな。あ、そうなんだ。それ才能だと思う。じゃあレイ君は？僕あれですね、あの電気作ること得意です。電気を作る？作る？発電できる？できる、できる。やってみてよ。やってみて。どうやって作る？ピカ？すごい面白い。すごい面白かった。今日はこのルーズリーフさんと僕で勝負していきたいと思うんだけれども、負けた方は一発芸の罰ゲームがあるからね。一発芸そう、一発芸持ってない、そんなものは。そうなの、それはひねり出してやっていただきたいと思います。それでは、行ってみよう。ガチャピンチャンネル。それでは、まず一発目の対決。イエーイ、ガチャパフパフ、ガチャパフパフ。引いてる？全然引いてないよ。まずはね、霜降り明星さん考案のせいやゲーム、知ってる？あ、知ってる、僕のチャンネルでもやったんだよ。そうか、そうか。種が邪魔。せっせっせや。せっせっせや。
チャピン、ムムムック、ムムムック。おこい。せっせっせいや、せっせっせいや。レイくん、せっせっせいや、せっせっせいや。せいや。なんだ。セイヤがお題だったの。そう、お題だったの。あ、お題だったの。セイヤがお題だったの。だから、なるほど。セイヤっていうのが、あの、わけわからない。セイヤがお題ってことは、そう、あの、彼女と過ごすということ。そういうこと。クリスマスのセイヤのこと。あ、あれ違う。ごめん、今、ぶっちゃけ間違えた。あー、どうしよう。ぶっちゃけ間違えた。ぶっちゃけ間違えました。僕負けです。よっしゃー、やったやった。でも正直に間違いを言ってくれたから、間違えました。あ、これ難しい。じゃあいくよ、せーの。せっせっせいや、せっせっせいや、大学の。はっはっはっぱ、はっはっはっぱ、虫つきがち。せっせっせいや、せっせっせいや、小島。はっはっはれ、はは晴れ。いい天気だからピクニック行こうよ。せっせっせいや、せっせっせいや。レイ、エアコン、エアコン、夏は必須。せっせっせいや、せっせっせいや。ガチャピン、スーツケース、スーツケース、荷物がいっぱい入る。せっせっせいや、せっせっせいや。レイくん、ルーズリーフさんにドッキリを仕掛けてみました。マジかよ、マジかよ。
った。これ何味かわかる？やばい。レモンみたいな。いや、取るよね、クシ。レモンのジュースです。さあ、皆さん、お召し上がれ。早飲み対決、よーい、スタート！よく、やばいよ。レイコ、レイコ、レイコ、大丈夫？すごい。レイコ、優勝です。うわ、無理しないで、無理しないで。なので、やばい、ドッキリ、大成功！大成功です。完全に大成功だ。よかったです。なので今日の3番勝負はありません。なんだよ。なんだよ。罰ゲームだけやっとく。一発ゲーム。あ、やってくれるの？なんで？なんで皆さんにはローズリーフさんの罰ゲームを見ていただきながらお別れしたいと思います。ガチャピンチャンネル。ねえ、3人にお願いがあるんだけど、いい？いいよ。ありがとう。いつもゲストに来てくださった方に書いていただいてるんですが、あちらの僕の看板にサインをお願いします。仕方ないな。ありがとう。サインあげるよ。嬉しい。どこでもいいよ。おっそ。はい、どうもありがとう。はい、また行きます。流しそうめんのお約束も忘れていませんよ。はい、ということで、はい、今日は本当に3人どうもありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。楽しかったです。すごい酸っぱかったですね。酸っぱかった、ね、そっか。でもビタミン C は大切だからね。確かに。ね、ルーズリーフさんのチャンネルにも僕とのコラボ動画が載っているので、ぜひぜひチェックしてくださいね。それじゃあまた明日。バイバーイ。また遊びに来てね。また来ます。じゃかじゃかじゃんけんスタート。じゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんイエーイ。じゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃか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 じゃんけんぽん。それでは負けてもいないのに罰ゲームやっていただきましょう。どうぞ。こんなポケモンは嫌だ。ガチャピンくん、最初の3匹から好きな1匹を選ぶのじゃ。僕は炎タイプのレイ。雨の日は絶対モンスターボールから出ないよ。パン。僕は水タイプの小島。技なんか絶対に覚えないよ。パカン。僕は草タイプのタイガー。食費に毎月100万円かかります。さあ、どれを選ぶ？おろす。ありがとうございました。いっぱい食べるんだね。うん、いっぱい食べるんだよ。それだけコメント。